どうもお疲れ様です。手応えですか、はい、非常に大きな手応え感じます。世界中からですね、たくさんの方がお見えになってですね、この仙台という地でですね、実際に被災地を見られて、またこの会議に臨まれてですね、いろんな有意義なディスカッションが行われたと思います。本当にですね、たくさんこの震災から学ぶことがあってですね、これが次の災害へのですね、対策につながればなと感じています。そうですね、私もクライシスレスポンスチームのですね、グローバルメンバーの一人です。ですね、毎週毎週いろんなことで夜中に起こされたりします、はい、メキシコで地震があっただとかですね、フィリピンで地震があったとか、本当にいつも次の震災にですね、備えてですね、今でもまあページャーを持っておりますし、毎日毎日日々どのようにして情報を人に届けられるかということを考えています。はい、私が普段やってるのはですね、 Google マップ for Mobile といいまして、 Android 用の Google マップを作っております。そうですね、屋内地図をやっておりまして、こうズームインしていくとですね、中が見えてくるような、そんな地図を作っております。特に東京地方、今東京だけなんですけども、東京行くとですね、東京駅の中が見えたりとか、やっぱり震災の時にね、これも震災の話なんですけども、やっぱりその中での自分の位置情報がですね、分かるとですね、非常に便利かなと思ってまして、何階にいるだとかいうことも分かりますので、はい、ぜひ Android をお求めください。はい、マップですね。はい、マップです。マップでに関するそういうソリューションって本当に多いですね。今回もあれですね、通行実績マップ、非常に多くの方にご活用いただいたと思うんですよ。あれもやはりマップの上だからできることっていうのがありまして、やはり可視化、情報の可視化という意味ではですね、マップは非常に最適なものじゃないかなと思っております。はい、この Google マップから目が離せませんね。うまいことおっしゃいますね。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。